くここで山原仕掛けましてホームから動いていきまして、その後ろが取り合いになっていきそうです。4番の山原がホームから主導権です。ここはマイペース、そして2番手ですが7番の小坂が昨日同様インコース、アウトコースには3番の明珍ながらここは踏み勝った7番の小坂が2番手です。その後ろからは6番の松尾友香3番手、外目には5番の野口由美香3番手のアウトコース、あとは2番の伊藤香織と続いています。2センターから4コーナーカーブ、単独3番手は6番の松尾、4コーナーから直線です。ホームからの主導権4番の山原押し切り体制、あとは7番の小坂2着、3着6番の松尾です。先輩したそれは分からんわ。お疲れした。やろう思ってやろう。はい、伊藤さんありがとう。あ、どうした。ブログはい、お疲れ様でした。ですけど、はい、気づいたら、はい、そうですね、さくらさんと先行勝負に挑む選手はちょっといなかったです。本当よく言うわ。いや、小坂さんのダッシュにちょっと合わされたらどうしようと思って。ありがとうございました。小坂選手は前受け前をエストリーにですね、中断は取れないんで、はい、前か後ろかっていう。で、あれですか、さくらさんの仕掛けで後ろを取り切るような、はい、そういうレースですか。バンテシュ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 。あ、はい、まあ、季節も暖かくなってきたんで。まあ、そうですね、はい。まあ、明日はね、また奥井さんも順当に行けば来ると思うんで、頑張ります、はい、そうですね、はい、後ろは選び放題です。ですね。チャンスあるかもしれないです。